はい、矢野さん。おー、いいっすね。腰の位置 OK。 はい、吉成さん。お、いいっすね、ハンサム。太田渡るコーチ、あら、落ちた。次、クリアルといきます。お願いします。このシルエットはあるよな。持って体の前フロント、ケツ上げなきゃダメだ。はい、秀吉。お、悪くないよ、俺今。次だぞ。腰が引けてる。はい。横も腰引けてる。はい、みその。はい、後期肘伸ばせ。腰高い位置持ってきましょう。合宿でも言われたけど肩下がるな、特に右足外側な。ほら、塩根もう一本行こう。もう一本、はいよね。そうだ、頑張ってキープ。上半身は起こしながらね。バーでいきましょう。こいつは話を聞いてねえの。そうそう、矢野さん、そのポジションですよ、そのポジション。このポジション。OK。またもう少し真上、頭の真上、肘伸ばす。ああ、いいか。あの、焦らなくていいからね、しっかりターンすることね、意識してごらん。体しっかり後ろにならないように、すねが常にブーツにくっついてる状態作ろうね。はい、よし、いいぞ。手前だ、もっと。よし、まずは雪になれよう。いいぞ。はい、同じです。そうだ、動かすな、ここ動かすな。
はい、レイニー返しでしっかり高い位置ね、お尻もしっかり起こさないとダメだぞ。はい、もう一回同じやつね。お願いします。みその？はい。みその上の方良かったぞ。上の方さ、しっかりこう丸いターンこう描けてて良かった。はい、みその。はい、ハルタもう一本ね、ストック横、もう一本ね。で、ハルタ、さっき普通のフリー見てると、やっぱ腰低いから、ね、高い位置で操作していこう。まあ、こうさ、足元気にしなくていいから、足元大事なんだけど、それを目で見るようなことしなくていいから、下向いちゃうとダメだよ。ね、前しっかり向いて、足元に力入れること。に外すねしっかり入れましょう。ちょっとお前足元が動かなすぎた。はい、ちゃんと肘伸ばしていくぞ。危ないか、無理すんな。しないきます、お願いします。お尻も、お尻つか腰もしっかり前出して、切り返しで。はい、そう、切り返しで。うん、おい、よしよしさ、太郎、ストックを横っつったんだよ。ストックを横で、横に持って、体の前で持って、滑ってこいっつったんだよ。その時に腰しっかり前出せよ。はい。わかるかな？腰の後ろにストック。ストックを置いたら手腰で切り返しで後ろタッチ、後ろタッチなんだけど、その時にしっかり腰しっかり前に出すこと。はい、はい、いきます、お願いします。たら手腰で切り返しで体の後ろで手タッチ。はい、レイネタッチしてません。出していこう。はい、わかりました。もう出て体遅れないようにしようね。で、手がさ下がっちゃってるから手前出しながらね。はい、わかりました、ありがとうございます。はいよ。お、お尻が下がっちゃうな。で、ストック置いて手腰で切り返しで体の後ろでタッチで腰しっかり前出すことね。切り返しで後ろ、
おい、ごめん。お、さっきよりいいぞ。はい、ストックね、もっと前だぞ、手もっと前。はい、ありがとうございます。あ、さっきよりポジションいいよ。このポジション大事。お、そうだそうだそうだ、そのポジションだ。手前出したら良くなってきたぞ。よしよし、行け。本田です、お願いします。はい、本田さん、ストック2本、体の。どうだ、しおこ、そいつ滑んで。どうだ、そいつ滑れ。はい、うん、いいよ。お願いします。はい、加藤さん、だいぶ良くなってきたんで、外足首しっかり入れて、で切り返しね、切り返し、また腰上がるようになってきた。お願いします。はい、千秋、もう一回ストック前ね。あ、ごめん。お願いします。そんな前に出んのかな。え、行かないの？あいつやれてないから。あ、そうなの。これか、秀吉ストック持ってないでしょ、こいつ。エアストックしてる。ストック持ってる。ほら、みんな前出てきちゃって。感じでおいで、はい、もう一回やってごらん。肘曲がっとる。あ、どう。多分分かる。今の感じ。ただやっぱこう筋肉とこう。何その、だから外股関節ちょっと曲げるイメージの。そうそうそう、そしたら潰れちゃうでしょ、バチン。でその時に、あ、吉野さん、お、いいじゃん。ちょっと右外側、右腰もう少し向けて、はい、もう一本いきましょう。はい、行きます、お願いします。どうだ、千代子、普通にストック持っていいよ。よね、はい、今ぐらいエッチングを。矢野さん、うん、うん、そうだ、幅頑張って使ってごらん。そうだ、あ、いいぞ。バック忘れないように、はい、つく、つく。
深く曲がるの苦手でしょ。なんでか分かる？ヤマト、リズムはすごいんだ。リズムはすごいんだけど、やっぱリズムに乗ってくると打ち方がどんどん下がってっちゃうから、こういう感じ。リズムにまた下がってきちゃうから、それだけ意識、肩のライン、足元はすごい良くなってきた。はい、でね、惜しいなあれね。